おーすごい、アザールでござるよ。うわーマジか、チャロチャロチャラドロー、思ってないの出てきた。絶妙な例えです。世界の美味しいグルメをご紹介、めぐるめ。どうも、世界の旅する取材者めぐるでございます。さあ、我々インドですね、ハイデラバードというところにやってきました。ハイデラバードの中心地、こちらチャンミナ、チャンミナ、チャンミナ、チャンミナルにやってきました。はい、なんかね、ここがやっぱもうハイデラバードといえば一番見どころらしくて、ちょっとタクシーで近くまでやってみます。行ってみましょう。チャロチャロ、唯一知ってるチャロ、レッツゴーって言います。これ言うと結構こっちで行けます。お前チャロ知ってんのみたいなのがぜひ皆さん使ってください。ここがメインストリートみたいな感じになってるんですけど、両サイドにいろんなお店とかもあって、チャンミナがつけてそうな、こういう、もういいってチャンミナは。知ってるチャンミナ、ちなみにだけど名前だは。あ、本当に、あ、そうか、よかった、名前ぐらいは。そうじゃないと俺のボケがただただ滑ることになる。誰がもう滑ってる言ってないじゃん。久しぶりに観光客見た。インド人が多すぎて観光客がこう飲み込まれるんですよ。いないわけじゃないと思うんですけど、ほぼインド人だから、14億インド人いると、俺らみたいなのがすごい来て もう薄まりすぎて無になる。見えてきたんですけど、チャンミナはモスクなんですね、礼拝所なので、ものすごくイスラムの方がここは多いです。あのインドだけで見てたらこんなにもあのイスラムの人たちが集まってる場所って、結構逆に言うと、まあ、80% に対して 16% ですから、ここマイノリティなんで、これはもう結構特殊な絵だと思う。何でもいいけどさ、はい、ジュース飲みたいな。いや俺お腹やりました。ナインバイチャラブロ、 YouTube に出てくれたシシーがどういう意味だっけ。ナインバイが、ナインバイが必要ない、いらない、必要ない、チャラブロはなんか小賢しい男だねみたいな。小賢しい男だねチャラブロー。わーすごい。いや、これは立派、すごいね、登れるんだ、人いる。とりあえずマジでさ、マジでちょっとジュース買いに行かん。マジで飯食いましょう。じゃあ飯食いながらジュース飲む。どの靴も一生履くことがなさそうなこの赤とか。俺でもラッシー飲みたいな、ちょっと。ラッシー。はい。タクシー。タクシー。どちらだろうだエリ。今日は全然思ってないの出てきた。なんか全然想像と違うのが出てくるけど、パフェいただきます。あ、下はラッシーだね、うまい。問題はこのなんか上に入れてくれたトッピングなんだよな、このいらなかったのに。いらないっすね。なんかこれスイートポテトみたいな、これアイス。あ、うん、ストロベリーアイス、これはうまい。やっぱインドは甘いね、本当に。間がない。スパイス入れるカレーは辛いのに、甘いものはとことん甘いから極端よね。うん、まあ、でも美味しい。グルタミンの発想がない国はこうなるんですね。アミノ酸って大事ですよ、本当に。なんでこの芋みたいなのを入れようと思ったのか一番謎な。これ全然合わないんだよ、これ、うん、何回食べても合わない。別にまずかないんだけど、なんで錦織圭に将棋の駒握らせたんだろうみたいな感じ。あ、上手な例えだわ。絶妙な例えですね。将棋つながりでいきましょうか。なんで藤井聡太に熱気球のパイロットにさせようとしたのか。これ微妙だ。もう一回やらせてください。やばいな、今藤井聡太の脈で考えてるんですけど、藤井聡太何やらせても絵になるんですよね。意外と藤井聡太は何でもハマるということが分かりました。これとかももうよく分かんない。マジで俺のラッシーに余計なことしてほしくなかった。ラッシーはうまい。
ました。美味しかったです。これどういう商売なんだろう。体重測らせてあげるよ、お金ちょうだいのアナログ版ってこと。最近のお金払ってた。あ、ここでもやってる。結構メジャーなビジネスなんだ。いいね、活気があって。この辺はバザールですね。バザールでござるって知ってる？知らないです。うわー、ジェネレーションギャップ。37歳と21歳のジェネレーションギャップ。バザールでござる。うわー、マジか。バザールでござるよ。行ってみたいよな。結構急だな。おーすごい。ドゥードッツピスバ吐くね。こっから吐くやつがいるかもしれないから。すごい、こうなってるんだ。なかなかしっかりした作りですね。おーすごい、上はこんな感じになってるんだ。なかなか絢爛豪華な礼拝所ですね。すごい人。わあ、あっちにもなんかすごい大きいモスクがありますね。バザールもずーっと続いてる。にぎわってますね、多くの人で。モスクに沈むこの夕日みたいなの綺麗なんだろうな。いい景色、絵になりますね。インドの人たちはみんな写真を撮るのが大好きです。すごい人。デルロ渋滞だ今度は。インドハイデラバードからチャンネル登録よろしくお願いします。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 皆さん今回も最後までご視聴ありがとうございました。今世界を回りながら取材して番組を作っているんですけれども、このめぐるめチャンネルはあくまでもサブチャン、本チャンネルはワールドリポートチャンネルというチャンネルを運営しております。もちろんこちらのサブチャンもチャンネル登録いただけると嬉しいんですけれども、ぜひワールドリポートチャンネルの方も皆さん登録よろしくお願いします。